今日はちゃんとメイクをしています。こんにちは。ほぼね、もう筋肉痛が治りました。ありがたいことに、もうほぼほとんど回復に近いくらい、もうね収まっております。なんと、ホクピグさんありがとう。そうなのよ、ホクピグありがとう。誰ってなりそうで怖い。そんなことないよ。オンラインってさ、でもさ名前出るからさ割とわかる。カメさんありがとう。早いのがやっぱ治りは早い方なのか。これはタッチさんありがとう。そうなんだ、風邪とか気をつけます。髪の毛結構ね私伸びてきたんですけど、切りに行きたいけどちょっとなーっていう。まだちーさんありがとう。え、なにこれ今、ああーなに今、こうちょっとわかんなかった。ここに今ちょっとそういうこと。そういうこと。うわありがとう、顔にやるやつだったんだ。ちいさんありがとう、お疲れ様って、ありがとう。あー赤レンガイベント犬、あそうなのよ。なんかあいけてた？ちょっとラグでいけてなかったのかな、どうだろう。赤レンガのイベント出たかったですよ、出れるなら出たかったよ。なんか犬、事前になんか犬が苦手かどうか聞かれてて、いや犬私苦手なので苦手ですって言ってたら、そうまさかこのイベントだと思わなかった。日向さんいるしさ、横浜だしさ、しかももう我慢してでも出たかったんだけど、そう犬のあれで出れない、出れないというか、そうなの。あ無料なんだ、すごいね。そう体調回復を聞いて、うん、よかった本当に。私も結構早めに、うん、ちょっとぐらいさこういうお仕事でこういうね犬のあれなんだけどって、ちょっと日向さんが出るっていうの聞いてたらもう我慢して言ってたよ私。そうだよ、悲しい。まさかその日向さんがいるお仕事だとはショックだ。ギフト投げるよって。なんか違うなんか違うやつ来てる。すごっ、
猫。わわわわ。ありがとうさん、ありがとう。ゆったあちさん、ありがとう。タイミング、タイミング。今日猫の日か。猫の日ね。なんだっけな。あ、じゃあ、いや、そう。あ、花粉、花粉、花粉来てる。本当に。そういえば花粉が来てる。今日目かゆかったのよ。そう、でもなんか目薬したもん。やだ、本当に花粉来てんのよ。花粉症持ちではあるけど、今日クルタン生誕祭お祝いした、 LINE で送った。そうだよ、花粉原因だよ、目かゆいの多分。最近のやつはね、筋肉痛はねほぼ治りました。ほぼ治っておりました。最近はさ、寝る目撃者の定点を見て寝て起きてまた定点見てみたいな、ちょっと最近はそんな感じで。そう、あおいちゃんさん、ありがとう。うん、改めてやっぱ目撃者いいね。あおいちゃんさん、ありがとう。走らなきゃってね。走らなきゃっていうよりかは、なんかでも、もうさ、こう走るってな、走りに行くのもさ、ちょっと準備しないとさ、外出れないしさ、なんかそういう意味ではちょっと若干なんか解放された感はあるんだけど。 K 坊さん、ありがとう。ホグワーツいいな、面白そうだよね。だけどなんかもうなんかさ、なんて言うんだろう、もうダラ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 走ってもいいっていうあれだったら全然なんか走りに行きたいって思うかもしれない。それなんか1キロ何分ペースで走んないとってずっとやってたから、なんかそういうのも気にせず走りに行くのは行けるってなると、なんかそれはいいねってなるね。好きなように走れるのはね。ジムはもう1月とかには解約してたので、もう外走るためにね、4月とかにはもう解約してたから、ずっと。葵ちゃんさん、ありがとう。そう、好きなように走るのはいいね。なんか挑戦しますか、またやりますかとか聞かれてるけど、もう答えないよ今何も。
何も答えないです。まあでもそのフルマラソンもね経験したので、なんかそういうお仕事とかできたらいいなって思ってます。そう、葵ちゃんさんありがとう。走るってよりかはなんかそういうなんてお仕事につながったらいいなみたいな、そういうなんか肩書きができたからお仕事のところでもさ使えるじゃないですか。使えるというかそのフルマラソン実は経験したことがあって、そう完走したんですよっていうことをさお仕事の時に言えるからさ、それはでかいなって思いますね。さすがにいかつい。タータンさんありがとう。そうそう、フルマラソン完走の経験ありみたいな感じで、そうすごい大きいね、あれだよね、なんて言うんだろうさ、学校とかもさ資格を持ってたらなんかアピールできるとかあるじゃん、そういうものだよね、なんかそう多分グループで一人しか持ってない肩書きですから、すごい大きいんじゃないかなと自分の中で。で、そういう駅伝とかも好きだし、そういうお仕事できたらいいなとか思ってるけど、あと、まあでもランニングするのって結構健康にいい気がするから、そういうなんかフルマラソンに走るとか関係なくね、日常的にこう暇な時に走りに行くとかはめっちゃいいと思うね、やっぱ。そう、ご飯をね食べるのが私はとても好きなんですけどなんかご飯をこういっぱい食べたとしても、やっぱ運動さ、なんか有酸素でさ走るのって結構カロリー消費するから、そうなんかすっごい痩せるってわけでもなくても、ご飯を食べてる分でもなんかあんまりその何て言うんだろう、消費されやすくなるみたいな、代謝が良くなるみたいな効果はあるのかなみたいな。ねえ、芝生で汚れててさ、私も洗ったよ。話し会追加しようとしたら完売しました。え、オンライン3月の完売したのかな。3月分はねもうあと1部ずつしかなかったから、洗ったの偉すぎる、偉いでしょ。嘘、3月完売しちゃって、本当に全完売じゃん、3月のオンライン。嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。1332、本当ですか、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、ちょっと確認してみよう。
あ、ありがとう。おいちゃんさん、ありがとう。次は部数増える。部数さ、めちゃめちゃ今回もたくさんあってちょっと心配なので、やっぱ今回さ全然ね完売できなかったら減っちゃうじゃないかっていう。本当だ、3月完売してた。ありがとうみんなさん。意外とこうひっそりと来てくれる方もいるのかな、もしかしてひっそりあいつ乗っ取ったんだよなっていう方とかもいいのかな。追加してくださった方もいるし、ありがとう、ありがとうございます。4月のやつはねまだありますから、ぜひ来てほしいなと思います。4月23の78は、完売した、ありがたいね。何個完売してたんだろう、え、そうだっけ、え、17、18、19、20、え、看板20個になってますよ。え、サイレントソンミいるんだよなえ、なんかさサイレントソンミいんのよ。え、20個になってる、嘘、20、20、えー、嬉しい、本当に15個だったよね。前回の時点15個だったんですけど、嘘、ありがとう、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとう、4月の買いました、ありがとう、本当に、いやありがとうございます。ねねねねねね、わあ嬉しい、来てくれる、ちょっと寂しい時間減りましたねちょっとずつ減ってますね、きっと。そう、本当にありがとうございます。MJ さんありがとう。なんだこれ、なんだこれ、マラソン後に申し込みしてくださった方いるのかな、マラソン新規の方がありがとう、ありがたいね。だって結構ね、なんか今まで愛知のこと気になったことなかったけど、なんかやっぱ今回のあれで、今回のマラソンでなんかすごい気になって、そう気になって、そう、あの行き会いに行きますとかすごい言ってくださったり、うん、ひろゆきさんありがとう。なんかこういう隠れそうに思いますね。これからもっと
知りたいですみたいなこととかもちょっといたし、そう嬉しい。マラソン感想すごい、ちょっとはね見直してくださった方がいたかもしれない。私のこと知らない人とかはね、どう愛知がどういう人かっていうのをさあんまり分かんない人とかもいると思うけど、そう今回のあれでちょっとはなんか人間性を知ってもらえた部分もあると思うし、ちょっと気になっそれで気になってくださった方とかもいると思うし、そうすごいお話盛り上がりそうじゃないですか。私ただでさえもさ別に話題なくてもさ喋りやすい方だと思うのきっとおしゃべりさんだから私は、だからトーク広げんの得意だし話題に困ること絶対ないんだけど、今回はもう喋ることネタが多いじゃないですか、豊富だからすごい、そうすごいね、なんていうんだろう、困らないよね話題には。だからめっちゃいい機会だと思いますねマラソンきっかけの人を配信で沼らせ、私沼らせれないよだって沼らせるむずいよ。だってさ私その沼ったりする配信ってなんかちょっとあざとめななんか得意なメンバーとかさあれだと思うけど、私そういうのないからな、沼らせれないよ。オンラインがめっちゃ強い、ファンの方もオンライン優先で撮ってくださってたりしたよねきっと。でもなんかオンラインってさもうだいぶさトークじゃんトークじゃないですか、だから前回楽しかったなって思ってくれた人とかもまた撮ってくれてたらね嬉しいけどね、うん、オンライン投げて、あ、そうなんだ、ありがとう。岩瀬さん、ありがとう。トークに絶対的な自信。いや、自信というよりかは、なんか普通に好きなので、話広げたり、なんていうんだろう。そういうのが好きっていう。おしゃべりが好きっていうだけで面白いのか、楽しいは楽しいと思う、面白いとか置いといておしゃべり好きだからね私本当に。沈むというより気づいたら、そうなのよ多分そういう人なのよ。私のことをちょっとずつちょっとずつ知っていくうちにやっぱハマってるのよ、ハマってるタイプなんで多分。だから私にちょっと気になるなってなってってどんどん知ってもらってったらいつの間にかっていう人が多いと思いますきっと。ロックさんありがとう。今回も撮りました、ありがとう。そうだよテレビ電話だよおいちゃんさんありがとう。画用紙で顔がありじゃない、ありじゃない。あさあそれはまあでもファンの人もそれぞれだからさ、もう本当にビジュアルオンリーで押してビジュアルで選んでそういう子しか好きにならないっていう人は私はちょっとあんまり合わないかもしれないけど、私はまあちょっと人間味っていうか人間性含め
好きになってもらえるとありがたい。そういう人が多いと思います。たかっぴさんありがとう。やらかさないよりかは。後戻りできないところ、うん、いいじゃん、恵まれた環境だよ。ビジュアル面だと思ってたけど、いやだからファンの方はそう言ってくれるよね、本当。ファンの方だけだよ、もうそういうだけだよっていうか、その気持ちは持ってて、じゃあ村民だけは持っていてくれっていう気持ちだよ。なおさんありがとう。ビジュアル重視で愛知好き。ビジュアルもいいよ。だからもうだからここのだ、ここの中でだけはその言葉信じていくから。たかっぴさんありがとう。その中ではっていうか村民の言葉は信じるよ、もちろん。かかし前が本来ある、え、あると思う、あるんじゃない、あ、どうなんだろうね。でもなんかファンの方とかにも言われたんだけど、私って本当に48でよかったっていう。私って本当に48向きなんだよね。おこがましいか、でもそれですよ、それもおこがましいかもだけど、なんかいや48に合ってんのよ多分。なおさんありがとう。お顔タイプです、そういう方はありがとう。どういう、なんて言うんだろう、48向きな性格。分かんない。48っていうか、まあその48ってさ、人数やっぱ多いので、なんか自分発信していかないといけないところとか、なんか自己プロデュースしたりとかも結構そういうのもつながったりする気がするんですよ。でファンの方とのなんかファンの方とのそういうこう二人三脚で頑張っていくことによって結果もついてくるっていうのは多分48のなんか良さだと思うのよね、きっと。なんて言うんだろう、うん、こう一個一個結果がこうついてくるとか、そうそうそう。でもそういうのってやっぱ48の良さじゃないですか、推しとファンのなんか絆というかさ。だからそういうことを考えたら、私はやっぱなんかどんどんなんかまあこう自分たちの力でこう登っていくのとか好きですし、そうなんか向いてるというか、48に合ってる、そしてまあ HKT、 その中でも HKT 合ってる気がするけど、信頼関係、そうだよ、クラスに、クラス内にそのた、まあ、大木さんに言われたやつね。聞かないと大木さんに言われました。そうだよ、私、うん、そこどこでもそこら辺絶対そう、そういうタイプだよね。今30、35位も出るかな。お、大木さんありがとう。どうだろう。エスターさんありがとう。
こんにちは。おお、すごい。いい意味、どんどんいなさそうな人になってるやん。いなさそうな人になってないよ。うん。そうだよ、もう。いや、いなさそうな、なん、ん？いなさそうな人になりたいけど、なれないよ。曲は、あお猫、高っぴさんありがとう、ダミーさんありがとう。そうよ、親近感あると思います。きっとずっとね、はい、って言ってらっしゃい、こんばんは。でもなんか HKT の中でも初めてな、まあ、あのことに達成できてきてるね、できてる、きてる手がまだ、まあ、ショールームと、ショールームもそうだし今回のこともそうだけど嬉しいよね。足の調子は大丈夫です、もうほとんど治りましたよ。リラックマのイベントって何ですか？あ、これ今イベント中？やんないと思います。葵ちゃんさんありがとう。伴走者の方、HKT の方じゃないです。マラソンの方です。アイアの天神ドーンやりません。うん。やりません。アイヤはやるとしても、 CM 選抜くらいしかちょっと考えてないか。ブログ見つけた、すごっ。一度やるとハマるよ。でもね、なんかそうね、あの沿道の応援とかがあれはちょっとね、なんかわかるよ、やっぱいいよねって思うとこもあるし、他のランナーさんとかもなんかこう頑張りましょうってこうなるのが楽しいっていうのもある。それはちょっとわかるよ。ベーコンさんありがとう。グッズの詰め合わせ、あー参加しません。ベーコンさんありがとう。そうね、どんな愛知みたいね。でも今シングル期間だからちょっとそうだね、これがね選抜に入ってなかったらねちょっと一緒かもしんないけど、なんかでもさ、そういうイベントごとって私その結構前は出てたんですけど、なんて言うんだろう、そのさ私を知ってくれる入り口じゃないですか、そういうイベントごとって。だからな
んか握手会とかそういうさ、なんかもっと売れるにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、そういうのに参加しない、なんていうの、そのきっかけがさやっぱない限り増えたりし、そんな一気には増えたりしないと思うんですよ。だからやっぱそういうなんか一つ一つのイベントごととかって結構きっかけとか大事だから、すごい挑戦してた部分もあるんだけど、やっぱ今はそうだね、なんか自分のこのお仕事の中でそういうきっかけをちょっとずつ作れてる気がしてるので、自分の力というか、もうそう少しはね、前よりかは。そうだ、研究生の頃とか結構みんなにすごい頼ってた部分とかもすごいあったので、イベントごととか、ね、そう、だからなんだろうな、しかもそういうイベントってめっちゃもう頑張りたいって思わないといい結果がねついてこないから、強い気持ちがないとね絶対無理なので、うわーちょっと迷うなーとか、ちょっとうわー参加 しようかなみたいな、そうちょっとそういう気持ちだったらあんまりねしない方がいいか、いいなって思うんだけど。赤縁が、あーすいません、でも犬がねちょっと犬アレルギーなのよ私ね。そう我慢できるけど別に、犬アレルギーなのよね、犬猫アレルギーなんで多分私、目とか鼻が痒くなっちゃうそれをねちょっと事前に言っていて、すいません、こんばんは。海ほたるさんありがとうね。でもイベントね、もうイベントって本当にファンの方との絆がさマジで深まると思うからね。あれだと思うけど、本当に挑戦するメンバー素晴らしいって思ったりするけど、今はまあでもそうだね、ファンの方とかとちょっと、まあ、完売とかもね増やしたら嬉しいなとも思えます。はい、しそうだね、 MV 付きカップリング、 MV 付きそれ、そういうのだったらマジでそうだね頑張りたいけどね。パタさんありがとう、こんばんは。双眼鏡様ありがとう。6時過ぎました、そろそろ終わろうかな。オンライン完売、そうありがとう、3月のね、うん嬉しい、本当にありがとうございます。なんかね、あと、あ、じゃあ最近さハマってるキャラクター、ちょっと気になってるキャラクター、ブルーハムハムっていうキャラクターちょっと気になってて、ビレ版でさ言ったらさ売ってて、なんかえ何この可愛いキャラクターと思って気になったのがきっかけなんですけど、なんか可愛いのよ、なんか水色のねハムスターらしいね、ハムスターのキャラクター。そうで、ちょっと可愛いよねブルーハム。3月完売で 3,4 名しかいない、え本当に、ちょっと嬉しい、
とあんまりなどうどうみんなじゃそうね完売してる実感ないんですけど私完売してる実感がちょっとは全然湧かないのよ。うん、かしわんこ餅はちょっとグッズがないグッズがない。え、可愛いでしょ。四天王入りやん。いや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 、ダメだ全然ですよ。私なんてまだまだまだだよ。そんなまだだからまだだからやめてください。本当に PK さんありがとうございます。まだちょっとね全然ありますから、すいません言い過ぎました。はい、言い過ぎです。全然ですから。引き続きね、いろんな方に来てもらえたら嬉しいなって思うので、ぜひ迷ってる方いたらお早めに部を選べるときに、ぜひ時間選べ、まだね選べやすい気がするので、ぜひオンラインとか特に来てくれたら嬉しいなって思います。じゃあね皆さんランキング見ます。13位大木さん、12位ロックさん、11位ひろゆきさん、10位なおさん、9位たったんさん、8位 MJ さん、7位谷川隆さん、6位カメさん、5位よたあちさん、4位ちいさん、3位ほくぺがさん、2位たかっぴさん、1位あおいちゃんさんです。かけさんありがとう。早くしたいね、なんかおしゃべりがしたいね。はい、皆さんありがとう。ではまた明日ね、バイバーイ。